大阪のタクボです。これで今日ね、1、2、3個、4個、4個投稿しましたわ。これでね、ちょっと、教えますけど、YouTube ね、多分ね、今ね、電話認証あったからね、電話ないとダメですわ。あ、いいんか、いいんか。Wi-Fi 持ってる方は、なんつかな、固定電話いりますわね。これでね、ちょっと待ってよ。3分しか喋りませんから。アフリエイト歴じゃない。パソコン経歴20年ですわ。現在67。さっきの続きか。ちょっとアップロードしますわ。コード4代目か、4代目じゃないよ。それでね、億万長者になる秘訣を教えますわ。ブログね、300個投稿したら、で10万円入れば、教えましょうか。それで億万長者決定です。で10万入った頃にはね、いろんなことわかりますわ。多分俺の勘で1年かかりますわ。で、ブログのね、記事の作り方ね、教えますわ。コピー貼り付け。全部パクってあげませんよ。半分ずつ。これもね、蝶野真由さんって言ってね、アフリエイトで、18億のマンション買ったから、まあ、20億以上、稼いだんですよ。その方のセミナーね、行ってはないけど、セミナー乗っ取ったんですわ。無料レポート、例えばそれを半分ずつ貼り付けて、1個にすればね、1個新しいものが出来上がるという言葉が残ってますわ、私の頭の中に。つまり、検索エンジンで、なんか引っ張るでしょ、アクセスアップとか。半分 A とこだけコピーして、で次のもコピーして、足して、一つにして、投稿するだけでブログ1個出来上がりね。で、それね、ただブログ作ったんじゃ、ただ意味ないから、それアフリエイトをせなあきまへんわ。おそべやね。それ、例えば楽天、ね。楽天 A8 ネット、インフォトップ、インフォカート。まず、それから知らない方は調べてください。で、楽天アフリエイトじゃない、A8 ネットっていうのはセルフバックっていうのがありまして、例えば銀行口座開設したら1万円もらえるとか、私2万円入ったんですわ。で、私ブラックが多いからね、8万円入ったことあるんです。8万まで行ったんですよ。それで郵便物がポストにどんどん届いてね、出て書類、この半分ぐらいになったんですわ、この本のね。部屋のないよね。部屋のないどうでもいいか。で、3分で切りますからね。3分以上か4分以上はね、普通の、このスマホはダメですわ。ビデオカメラとかね、参考にしてください。そういうことで、一回切ります。